では、ペン字の試験課題のね、A の部分、説明していきます。まず、思ってる以上にね、横にね、一画目、横へ。縦に行かないようにね、横へ。少し上に書く。右に出てこないね、左広く。で、まあ、ここ、どっちもね、フルトリ出てきますので、フルトリの、点打って、縦ね、縦行って横。こういう形になるように。もう少しね、余るぐらいで書いてください。何空間。ね、山。こっち向くようにね。まあ、均等に、同じね、均等ね。まっすぐ。ね。で、こっちは内。ね、縦長の字はまっすぐ。ね。横幅広字は内へ入れるように。で、中心。中心やったら、これぐらいね、かかるように書いてください。均等になるように書いて。右上がりね。右が揃えるね。左広くと。で、縦ね。まっすぐ。ね、横。縦行ったら、半々ぐらい均等に、ね、なるように。この部分ね。で、同じ広さ。ここに少し広くなるように。これも同じ、しっかり横。で、繋がっていくようにね。こう、くる。で、どっちもこの振る通りね。立てきて、横。ね。会社とまた書き順違いますので、横行って、立て、横、横、横。ね。同じで。なってます。右出ないようにね。形は同じ。ね。少し出てくるように、こう出るように。で、山ね。もう会社と違って。こっち向きにね。会社、逆にね。こっち向きになってますので。向き揃え。ここも少し空間。これと少し膨らむようにね。こういうところ。まっすぐしてしまうように。ちょっと膨らんで。くるように柔らかく、つながってくるように。これも同じで、少し火ね、中心にかかる。上にね、上がるように。そろ、ね、左広く。つながってくるよ。もう少し膨らんでね、柔らかくなるように、ここに空間できるように書いてください。では、草書の、草書ね。少し左広くね、こういうところ広く。あとはしっかりつながっていくように、全然違うとこから書かないようにね。つながってない、大きく。そんなに大きくならないよね。小さく書いてください。ここに空間できるように。でも、線飛んでるけど、繋がってくるようにね。書いて。膨らむ。でも。あまり上に行き過ぎないようにだけね、下、ここに、下に出るように書いてください。で、こう来て、これも気持ちこういう風な形ね。動きとしては。続けていくとね。あまり右は出ない、左には広く。で、この部分ですけども、もう同じ、こういう風に、ね、なってる。ので柔らかくね、繋がっていくように書いてください。
右は出ないね、左出る、ね、こういうとこ空間、ね、こうね、線は出てないけどもつながっていくように、こういうふうにね、つながっていくように膨らむ、ね、上にね、上に来るような、では説明終わります。